フィロデンドロンフィロデンドロンは里芋科に属する分類群。中南米に生育種種類は多い。多くのものが観葉植物として栽培されている。この属は多くが気根によって樹幹を生い登るつる植物だが直立するものや着生種もある。葉の形も様々で単葉のものから複数に裂けるものまである。物言法を持つ果女が 溶液から出るように見えるのも一つの特徴である。種数は非常に多く、里芋科で二番目に多いとも、観葉植物として栽培されている種が多い。中南米に分布し、それ以外の地域にはない。学名はギリシャ語のフィリオとデンドロに由来する。この属の多くのものが木に登る性質を持つことから、付けられたものである。属そのものの和名はないようであるが、 ここの種には和名を与えられているものもある。形態的には極めて多様。多年生草本で茎は短く捕服するもの、直立するもの、既婚で張り付いて樹木に生え登る四字登り型の鶴植物まである。特に熱帯域では鶴生のものが多く、そのようなものでは茎の石管が大きく伸びる。茎の節からはよく既婚を出す。 成長した植物ではその芽が幼少から変化したと見られる膜状のものに包まれて保護されている。葉は五生し、傭兵は普通は長い。傭兵には、基部の幼少部分と断面が円形に近い傭兵部分が区別でき、前者は往々にして短くなる。幼心の外形は長卵形、卵形、心臓型などだが多くの場合、基部は石形から心臓形である。 歯質は柔らかい角質で厚みがあるのが普通。葉脈は主脈から生じる側脈、さらにそれから生じる2次3次の側脈まで平行に並ぶ形をとる。葉の縁は滑らかなものも多いが、葉状の虚子があるものやうじょうに大きく裂けるものもある。ただしモンステラモンステラに見られるように、葉心に穴が開く形は見られない。葉は、 成長につれてその形態が変化する例も多い。果女は短い仏縁法を持つ肉母果女である。肉母果女は里芋科の常として茎の先端に生じるのだが、本属では見かけ上は溶液から出るように見え、傭兵よりずっと短い。果女の気分には芽花、先端には尾花が密生し、両者の間には不船花の並ぶ領域がある。不船花は、 仮ズイを持つ。いずれの花も可避変はなく、尾花はユズイのみ、バ花はシズイのみからなる。尾花は2から6個のおしべからなり、ユズイは太い花糸と発達した薬核を持ち、側面に2個の薬質がある。シズイは卵系か円柱系の脂肪を持ち、内部は2から10室に分かれ、それぞれに多数の胚種が中軸原座につく。果実は液化で中には、 多数の種子が含まれる。種子には排入があり、発火時には使用を地上に出す。肉母果樹を包む仏炎法は多くのものではその内側に樹脂を分泌し、これは放火昆虫の餌となる。開花時には仏炎法は大きく開くが1日程度で閉じ、それからは果実が成熟するまで閉じたままになる。果実は普通は白っぽく、 物園法が再び開くことで露出する。中央アメリカから南アメリカの熱帯域に分布する。スキズマタグラティスやホマルプマナなどと禁煙とされ、まとめてフィロデンドロンアカ、フィリデンドレイディとする。種数には諸説あり、250種とも700種。属以下の分類体系の例を挙げておく。例に挙げたのは代表的な栽培種である。 観葉植物として栽培されるものが多い。中南米の里芋科には観賞用に栽培される例が数多いが、最も多くの種が栽培されているのが本属である。歯に光沢があって美しく、観賞価値が高いものが多いこともあるが、耐陰性に優れること、乾燥にも比較的強いものが多いこと、栽培が比較的容易な種が多いことなどがその理由として挙げられている。 それぞれに、個々の学名や和名で呼ばれることもあるが、総じて、フィロデンドローンと呼ばれる。以下に、和名のあるものを挙げておく。その他に、後輩品種も作出されており、中には、その由来がわからなくなっているものもいくつかある。演芸大辞典、P1993 以下、主として、演芸大辞典、P1992 から1993、クロうと、 P74 四ろうト、P74 くろうト、P74 以下の部分は、クロうと、P74 演芸大辞典、P1993 演芸大辞典、P1993 演芸大辞典、P1992 から1993、くろうト、P74 ここまで演芸大辞典、P1993 くろうト、P74 演芸大辞典、 P1992 から1997、掘ったほか編、P797 演芸打辞典、P1997。ありがとうございます。